どんなもんや。はい、どうもとこいちです。今日もですね、私が担当した前回同様、まだ今髪の毛をちょっと いじくり回してるところで、はい、ちょっと今カラーをねやってるんで、今ラップをこう巻こうとラップを一生懸命出してる人がいます。それ頭に巻かれるんですか私。あ、そうですか。はい、というわけでちょっとノイズが走ったりとかそういうのもちょっとあるかもしれませんけど、今週もちょっと申し訳ありません。そんな感じでよろしくお願いします。8月2日ということで、ちょうど1週間前の7月26日から、ショックの大阪梅田芸術劇場での公演が始まったと、いうことでございますけども、これね、まあもう別に画数あれもないと思うんですけど、実は稽古中体調不良になる人がもう本当に続出しまして、もう例のあれですよ。で、実は自分もなったんですよ。で、稽古がね結構中止になったりもしたんですね。で、自分は復帰して稽古ももう出ていいですよってなって、復帰してから一度だけ通し稽古をしたんですけど、まだ激しい運動は控えた方がいいということだったんで、自分はまあ演出もしてるんで、完全にそっちに徹しようと思って、自分はこう表から見るに徹する。でセリフはスタッフがこう言っていって、私はもういるような雰囲気で周りはそれでやってもらうという形を取ってたんですけど、稽古場ではその投資1回しかできてません。うん、でもね自分ショックやって20数年、初めて自分が立たないで全部表から稽古場ですけどね、自分表からこう見る全シーンをで初めてやりましたけど、いや、なんだろうな、確かにこう追い込む稽古っていうのがちょっとそういった理由もあってできなかった部分はあるんですけど、でもみんなすごい集中してその通し稽古やってくれてて、あ、これだったら大丈夫だろうって、って思いました。でその後もまた体調不良者が出ちゃって、でその通し稽古をやった後はさらにこう追い込んでいく稽古っていうスケジュールになってたんですけど、もう一回ここは閉鎖しようということで、中止になったんですよ。だからそれが最後の稽古になっちゃったんですね。だけど大丈夫です。もう始まって1週間これ聞いてらっしゃる方はところだと思うんですけど、本当にみんな素晴らしい集中力でその分やってくれてたので、大丈夫だと思います。まあ今本当にまたちょっと流行っちゃってるらしいんで、これね注意しないといけないですね。本当皆さんもこうなんだろうね、やっぱ なんか夏に来るんですよね、やっぱマスクとか外すからかな。いや俺基本的にはもう稽古場とかもう今マスクの規制とかないからあれだったんですけど、移動とかそういうのはねマスクするようにしてるんですけどね、夏でもね。もうまあでも今してる人の方がやっぱ少ないよね、まあ、暑さもあるしね、まあ、私はこうあんまりこう歩くってことはないから、その暑さもそんなに暑い中ずっとね熱中症になるぐらいこう歩いたりとかっていうのはないですけど、やっぱ暑いからやっぱマスクするのもそれはそれで大変ですよね。いやまあでも本当皆さん注意してください。また流行っちゃってるんであいつがね。まあでも注意しながらも地方公演はしっかりもちろん舞台は楽しんで、ね地方ならではの
雰囲気も楽しみながら舞台をやらせていただこうかなと思いますけども、まあショックではね、ショックの公演も、大阪公演は最後になりますのでね、梅芸自体でショックをやるのがね、それこそ本当にコロナ禍以来、コロナ禍で、本当にいろんな規制をしながらやっていたエターナル以来なんですよね。エターナルしかしやらへんねんなっていうのが未だにありますけど、やりたいな、エターナルやりたいなってありますけどね、まあでも本編のみをね1ヶ月約1ヶ月やりますんで、これから来られる方、楽しみにしていてほしいなと思いますけど、もう本当にこれだけ流行っちゃってると本当に中止にならなきゃいいなっていう不安もどっかしらに持ちながらになっちゃいますよね。ですが皆さんにはね楽しみにしていてほしいなと思います。はい、では金魚の森始めます。では曲、ショックのサントラから1曲、どうしようね、じゃあワンデーにしますね。はい、ワンデーです。キングズどんなもんや、なんでも声のソロ旅人、ラジオネームユミコさん、ドリームボーイズの演出を今年もされるんですね。翔太くん、慎太郎くんからのれんと食事にお願いをされているのをニュースで見ました。ドリームボーイズは10月、そして8月9月はショックの公演と、体がいくつあっても足りないんじゃないですか。今年のドリームボーイズについて今の段階で話せることありますか。ショック演出頑張ってくださいと。そうなんですよ、だから稽古場に全然行けなくなっちゃうんですよね。だからリモートでの稽古を今予定していて、まあ、リモートでもやれないことはないんですよ。なそれこそ自分もねナイツテールやってた時はジョン・ケアードがイギリスにいながらイギリスでのリモートで稽古してましたから、でそういった意味ではねやれないことはないんで、まあリモートで稽古をしながらというふうに考えておりますけどもね。これね、のれんね、のれん問題ね、のれんってねめちゃめちゃ時間かかるのよね。半年ぐらいかかったりするのよ、あれ作るの。だから今回の公演に多分間に合ってない、間に合わないと思いますけどね、多分ね。まあでも話はしてます、翔太と慎太郎2人にね一つずつということをちょっとまあ話はしてるんで、その話が、ちゃんと進行してるかどうかっていうちょっと分かりませんけど、進行してるはずだと思いますけど、本当に半年ぐらいかかったりするんですよ、あれって。だから時間はかかりますけども、はい。まあまあ今回そのドリームボーイズで一つ不安要素っていうと、新しい子が新しいポジションで役割を担うことになるっていう形になるので、そこがまあちょっと不安要素の一つですよね。自分がその現場に行けないっていうのも含めて、だからそこをまあやる子たちが不安にならないようにしてあげないといけないなというのをねちょっと思っておりますけどもね。まあでもまあ私にやれることはやらせていただきたいと思っております。はい、ラジオネームガリガリガリ子さん、20代の過半数が年間を通してホットコーヒーよりアイスコーヒーを飲むことが多いそうです。若い年代ほどアイスコーヒーを飲むことが多い理由は、寒い日でも部屋が暖かい、アイスの方がホットよりもすっきり飲みやすい、コンビニのペットボトルで手軽に楽しめるからだそうです。小石さんはホットコーヒー、アイスコーヒーどちらを飲むことが多いですか。何かコーヒーのこだわりってありますか。そうね、ホットコーヒーは年中通して夏だろうが飲んだりするっていうのはありますけど、アイスコーヒーは冬にはあんま飲まんね、逆に。だから俺逆やわ、20代の過半数がって最初に書かれてる、腹立つなそれおじさんですみたいな。まあでもわかるけどね、アイスの方が飲みやすいって。
なんかホットコーヒーは嫌いだけどアイスコーヒーは好きですっていう人も多そう、若い人にはね。まあだからこだわりっていうのは全然そんな、だからコンビニのコーヒーも全然飲むし、逆になんかコンビニのコーヒーでなんでこんなにしっかり香りがあって、むしろこっちの方が香りありませんみたいな、あれ不思議だよね。香料でも入ってるのかなって思うぐらい、全然コンビニのも飲みますし、そんなにこだわりってないですね。まあでもどっちかというと、そのホットにしてもアイスにしても今流行りのなんか浅入りのなんかフルーティーですみたいなコーヒーより深入りのちょっと苦味の強い方が好きですね。はい、そんな感じです。ラジオネームリトルリリーさん、たくさん資格を持っている高知君に質問です。私は看護師をしています。仕事に少しでも役立つかなと思い、アロマテラピーアドバイザーという資格を取りました。素敵ですね。が年会費ありの教会に入り続けることが必須だったため、会費を払い忘れ、そのまま資格を失効してしまいました。あるあるだよね。高知君はたくさん資格を持っていますが、資格を生かしてやってみたいことや今興味ある資格はありますか？いやでもさ、この方は俺と違ってさ、ちゃんと看護師をしてて、その患者さんのね、場合によっては何かこうアロマテラピー的なところで、心をケアできたらいいなと思ったりとか、そういうことでその資格を取り張ったわけでしょ。すごく素敵なことじゃないですか。もう自分関係あらへんから、そういうの、そういうの全然ないですからね。もうとにかく番組で取っただけですからね。そうなんですよ。この方みたいになんか素晴らしい思いの中で取った資格ではないですから。でも失効したのはたくさんあると思います、こういった理由で、同じような理由でね。まあだから、まあ自分の中ではやっぱりその、まあこれも何度も話してますが、番組でその企画をね、まず番組側の方とお話しした時に、自分はまあレースができる A 級ライセンス、まあ国内 A 級ライセンスっていうのを取りたかったから、でも仕事で忙しかったから、そういうの通うあれもなかったし、時間もなかったし、じゃあこれ番組利用して、そういう資格取るコーナーみたいなの、やったら面白いかなと思ってお話ししたら、その企画が通ったっていう感じですから、まあそういうね、私は動機がこの方みたいにいい動機じゃないある意味私利私欲のためみたいなとこあるもんねこの方と真逆ですよ、本当に。ああ嫌になっちゃう。まあだからそれはね、まあそれとあとは会議免状ですね。船舶の1級、昔はね4級まであったんですけど、今は2級までしかないですね。あと、ジェットスキーっていう言い方でいいのかな、まあ、あれがまた別枠別資格になっているっていうところが、これつい最近今年かな更新に来ましたよ、会議免状の。事故のね映像とか見せられるわけですよ。1時間ぐらいね。まあ眠くはなりますよ。寝てないけどね、頑張ってみましたけど、眠くはなりますけど、あこんな怖い事故があるんだなとか、まあでも船も全然行かせてないから、船はなんかね、なんか生涯のうちに生かせるといいなと思うんですけどね、なかなかそういった機会もないですよね。はい、神奈川県のんさん、俺ファンのコーナー宛てじゃないですが、こちらへのメールもたくさん届いてますよということで、今日映画フェラーリを見てきました。F1 に無知な私に教えてください。あれはもう随分前の話だと分かっていますが、今でもあのように街中を車が走るレースを行っているのですか？コロッセオやイタリアの素敵な街並みが見られて嬉しかったですが、危険なことをする観客はいないのでしょうか？そして事故の可能性も高いのでしょうか？当時はレース前、遺書のようなものを書いてレースに挑んだというのがショックでもあり、その本気に感動しました。映画の感想と合わせてぜひ教えてください。ミッデリアですね、あのレースはね。
まあ、なかなか衝撃的なこう事故が起きてしまう、まあ、これはもうリアル話なんですけどね、当時のはもう今から考えると考えられないようなレギュレーションの下でやってますよね。今だから街中を走るっていうのは、まあ有名なところで言うとモナコグランプリとか、あとシンガポールも一応街中だし、そうあるんですよ。だけどなんだろう、あんなそのミレリアみたいにもう沿道に人が立ってとかありえないですね。もうちゃんと、安全上をこう作られて、街中なんだけど、ちゃんとサーキット仕様、まあ、サーキットって言い方はちょっと語弊がな、違うな、うん、市街地コースなんだけどちゃんと安全が守られた上でのレースになってますね。だから昔はだからドライバーも走る缶桶だって言われていたぐらいね、マシンも安全上全くドライバーに考慮されていない、とにかく早ければいいやみたいなものだったし、うん、だからこうもう今では考えられないような当時のこの映画フェラーリのね、時代は考えられない時代ですよ。今はもう本当にだそれこそもう F1 の中ではやっぱりアイルトンセナの事故が大きな転換期だったと思いますけども、忘れちゃいけないですね、ラッツェンバーガーもそうです、うん、同じサーキットでの事故でしたからね、だからそういった意味ではあれが転機となって車が本当に安全になって今は、うん、死亡というのが本当にない、F1 では本当になくなりましたね。いやそれぐらい安全に考慮されたレースになっておりますよ。だからああいう沿道って今ラリーとかでは逆にあんのかな、全然ラリー詳しくないんで分かんないですけど、まあでもそういったものをこう経てね、安全面もこう強化されて今があるというところでございますよね、はい。東京都あやめさん、映画フェラーリの登壇をテレビで拝見しました。ダゾーンで F1 実況解説をされているサッシャさんが MC で、サッシャさんの実況も好きなので私はとても嬉しいです。サッシャさんがインスタグラムで光一くんとお客さんを、置いてけぼりの F1 トークで壇上だけテンション上がりましたと伝えてくださっていました。とてもとても気になりました。スペイングランプリについてどうだったとかその辺も含めてサッシャさんとの F1 のお話についても教えてください。いやいや、まあ、逆にサッシャさんがね、気遣ってくださってたっていう感じでしたかね。でもあの時初めてお会いしたんですけども、やっぱりああいう方がこう進行してくださったことによって、なんかこう自分も好きなこと話せたっていうか、止めるとこ止めてくれるし、だけど乗るとこ乗ってくれるし、すごくやりやすかったですね。すごく感謝してますけども、またなんかこう機会があったら、ね、思う存分サッシャさんと F1 のトークができる場があったりしてもいいなと思ったりも、しましたけどもね、はい、その説はお世話になったという感じでございます。はい、というわけで何でもこよのふとうた武人でした。キンキキンスどんなもんや、報告します。皆さんからの報告を受けるコーナーですね。京都府まみっぺさん、トラビスジャパンの締めかけリュウエさんが出演されている舞台で、光一さんの階段落ちを、継承しているそうです。ゲネプロで会見で先輩の階段落ちの姿を見て勉強してやっている、とにかく難しかった、見どころですとアピールしていたそうです。ちなみにこの舞台はチャーリーとチョコレート工場と同じウォーリー木下さんが脚本演奏を手掛けられている舞台だそうですよというね。いや、あ、おっとちょっと待って、はい、ちょっとカラー一回これ流すということなので一回流してきます一回流してくるんで、まあまあまあ編集上すぐはい戻ってきましたってなるとは思うんですけどもね、一回ちょっと流してきます。戻ってきましたまあまあ編集上速攻やったやろうな、
一回なシャンプー台で流しまして、一回ちょっと乾かして、で今からなんか色を入れるらしいです。なんか今チューブ絞ってはるわ。何色になるのかな、知りませんけど。はい、そうだから、そのそうですね、なんていう舞台で、ダブリンの金付きカビ人間、これね、いや話には聞いてましたよ。すごく内容も面白いっていう話も聞いてます。うん、ウォーリーさんがね、演出されてるってことです。もう階段落ちどんな感じなんでしょうね、階段落ちね。でも結構落ちてるっていう話を聞きましたけどね、すごいですね。いや見に行きたかったな、本当も全然時間なくてね、見に行きたかったですけどもね。ウォーリーさんも本当忙しいね、この人よう働きはるわ。はい、千葉県東の島のルアーナさん、ショックを大阪に見に行きます。その時30年代のペンフレンドに会う予定です。小6の時雑誌のペンフレンド募集から縁がつながり、なんと今年で30年。その間結婚や出産で年賀状だけのやり取りになってしまった時期もありましたが、今回約20年ぶりの再会となります。切れそうで切れなかった奇跡の縁をショックがまた繋いでくれたと思うと、これは小石くんに報告せねばと思いました。すごいね、ペンフレンド。いや今ってもうそういうのないでしょ。だって今本当に、だってもう何なんて言うんやっけ、もうアプリで出会って結婚する人もいるもんね。あれなんて言うんだっけ、マッチングアプリか、マッチングアプリで出会って結婚する人、俺の知り合いでも2人ぐらいおるもん。いや結婚しましたみたいな。あそうなんや、おめでとう。で出会いで話の中でさ、なんか出会いは何やったんやみたいな話になった時に、いやマッチングアプリですみたいな。うわマジすっげえみたいな。おるからね実際にね。だからそういうことを考えると、まあある意味ペンフレンドの未来型じゃないですか。違うちょっと違う。だから逆に今ペンフレンドなんてないんちゃう、逆にそれをする理由がもうあんまないもんね。だからそれこそそのマッチングアプリとかあるから、いやすごい世の中だよな。はい、というわけで以上報告しますでございました。はい、では曲期日でどれ行く、どれ行く、フラワーだな、なんとなくフラワー。どうぞ。お別れショートポエム、今週は千葉県の未来の南さんからのポエムです。基本めんどくさがりな私、特に食器洗いやお風呂になかなか動けない。そんな時は第三者になったつもりで自分を叱咤激励する。つい先日は熱が入りすぎて、今やっちゃえば楽だよ、南ならできる、立て、立つんだ、お風呂に入るんだ南と、明日のジョーみたいになってしまった。年齢バレるぞそれ、分からん人分からんからね。立つんだ、立つんだジョー。いや俺でも知らん世代ぐらいよね、多分ね。まあいいわ立て、立つんだ南ね。まあでも分かるわ、もうほんとめんどくさい時めんどくさいもんね。食器とかさ片付けで、キッチンのあのなんていうの、洗面台じゃねえな、なんていうのあれ、シンク洗面台じゃねえ、シンクにさ置いたはいいけどさ、食器洗い機あるのにそこに入れるのもめんどくさいみたいな。やるのよ、めんどくさいのよ。風呂もさ
ああ、風呂入らないな。もう朝8時か。いい加減風呂入らないな。ちょっと、みんなとはちょっと時間のね、概念が違いすぎるかもしれんけど、私にとってはそうなのよ。朝8時。そろそろ入らないな。めんどくさいな。あるよね。立つんだ。入るんだ、高一。っていうところでしょうかね。はい。というわけで、来週は剛君が担当でございます。以上、どうもと高一でした。失礼します。お別れショートポエム、今週は千葉県の未来の南さんからのポエムです。基本めんどくさがりな私、特に食器洗いやお風呂になかなか動けない。そんな時は第三者にもなったつもりで自分を叱咤激励する。つい先日は熱が入りすぎて、今やっちゃえば楽だよ、南ならできる、立つんだ、お風呂に入るんだ南と、明日のジョーみたいになってしまった。年齢バレるぞそれ。わからん人わからんからね。立つんだジョー。いや俺でも知らん世代ぐらいよね、多分ね。うん、まあいいわ。立つんだ南ね。まあでもわかるわ。もうほんとめんどくさい時めんどくさいもんね。食器とかさ、片付けでキッチンのなんていうの、洗面台じゃねえな、なんていうのあれ、シンク。洗面台じゃねえ、シンクにさ置いたはいいけどさ、食器洗い機あるのにそこに入れるのもめんどくさいみたいな。やるのよ、めんどくさいのよ。風呂もさ、あー風呂入らないな。もう朝8時か。いい加減風呂入らないな。ちょっと、みんなとはちょっと時間のね、概念が違いすぎるかもしれんけど、私にとってはそうなのよ。朝8時。そろそろ入らないな。めんどくさいな。あるよね。立つんだ。入るんだ、高一。っていうところでしょうかね。はい。というわけで、来週は剛君が担当でございます。以上、どうもと高一でした。失礼します。お別れショートポエム、今週は千葉県の未来の南さんからのポエムです。基本めんどくさがりな私、特に食器洗いやお風呂になかなか動けない。そんな時は第三者にもなったつもりで自分を叱咤激励する。つい先日は熱が入りすぎて、今やっちゃえば楽だよ、南ならできる、立つんだ、お風呂に入るんだ南と、明日のジョーみたいになってしまった。年齢バレるぞそれ。わからん人わからんからね。
立つんだ、立つんだ、ジョー。いや、俺でも知らん世代ぐらいよ。ね。多分ね。うん。まあ、いいわ。立て。立つんだ、みなみ。ね。まあ、でもわかるわ。もうほんとめんどくさいときめんどくさいもんね。食器とかさ、片付けで、キッチンの、なんていうの？洗面台じゃねえの、なんていうのあれ、シンク洗面台じゃねえ、シンクにさ置いたはいいけどさ、食器洗い機あるのにそこに入れるのもめんどくさいみたい。やるのよ、めんどくさいのよ。風呂もさ、あー風呂入らないな、もう朝8時か、いい加減風呂入らないな。ちょっとみんなとはちょっと時間のね、概念が違いすぎるかもしれんけど、私にとってはそうなのよ。朝8時、そろそろ入らないな、めんどくさいな。あるよね、立つんだ、入るんだ、高一っていうところでしょうかね。はい、というわけで、来週は剛くんが担当でございます。以上、どうもどこいちでした。失礼します。